放射線対策をする必要は全くないんですけどもあの何でしょうね、あのこの時引いた時にその放射線対策もさることながらなんですけども、みんなでつなぎ合わすの結構大変なんですよ。1ヶ月以上かけたかな。 うちの実家が元電気屋工場だったんで、そこにみんなでミシンを持って、ページの右下の写真が、ね、俺の実家なんですよ。でここはもうあのうちの親父が工場を十何年も前に閉めてそのまんまになってた場所なんです。廃墟じゃないですけど使われなかった場所なんですけど、そこが久しぶりに電気が灯ったんですよね、この時に。それでみんなでこうやって集まって、だから縫製工場みたいに、まあ、本当にそうですね、ただの縫製工場に見えますけど、時給すら出てないんですよね、これ。そこにみんな集まって、この時縫い合わせて、6000平米敷いた瞬間、結構実は感動して、芝生だったところがもうものすごいカラフルな風呂敷がブワーッと果てまで広がってるんですよ。その皆さんの前にあるようなやつがね。それ見た瞬間にうわってなって、これ写真と思って、あのなんだろうね、本当に必要に駆られて実用のために作ったんですけども、それが必要を超えたというか、そうですね、うん、これ面白いってなって、うん、なのでその時に会場に来てくれた人たちがの中で愛知トリエンナーレのキュレーターだった人とか、そういう人たちが後に今度は愛知トリエンナーレ2013年僕らを呼んでくれて、やっぱ風呂敷を敷いたり、結構日本中いろんなところで風呂敷を敷くことになったんです。で、札幌国際芸術祭の2014年の時も札幌に風呂敷を敷いて、札幌ではだからそれ以降それが定着してしまって、札幌にも風呂敷を作るチームというか、天神山風呂敷工場って名前の工場ができて、そこで毎年風呂敷を縫って毎年敷くように今そうですね、なってますよね。今では意外と福島の風呂敷工場よりも熱く盛り上がってるみたいな感じで、そんな感じであの放射線対策で本当に始まったんですけど、そうではなくてこれが広がってきました。それで東京でも池袋でやっているフェスティバル東京の会場でも毎年弾いたり今してるんですけども、このアンサンブル東京の会場もあの風呂敷をまず敷いて、そこが今までと違う空間にバッと変わったところからフェスティバルが始まるっていうふうにしたいなと思って、それもあの業者が引くんじゃなくて、なるべくそこに関わってる人たちが自分たちで縫って、それで敷いたところからフェスティバルを始めて、はい、それで出てくる人たちもなるべくなんていうか、あのプロフェッショナルで音楽を聴かすのを職業としてる人じゃない人たちがステージの周りに来てもらってやるっていうフェスティバルをやりたいっていうのが去年の趣旨。大友さんね、よくそういうこうプロフェッショナルミュージシャンと一般の人も混ぜ合わせたようなプロジェクトを結構やってますよね。あのオーケストラとか、もともとはあの今から10年以上前なんですけど、神戸で音遊びの会っていう知的障害のある子どもたちと僕ら即興演奏する人たちが一緒にやるっていうプロジェクトがあって、それに誘われたのがきっかけなんですけど、もう最初嫌でね、あの面倒くさいな知的障害者って思ったんですよ。こんなこと言うと誤解されると思いますけど、相模原の人みたいになっちゃうと嫌だけど、本当に面倒くさいと思った、正直言って。あの音楽やってってもやってくれないし、なんで、参加したはいいんだけど、1、2回目でもうちょっとめげてなんとかやめようと思って、いろいろ口実を考えたんですけど、やってるうちに面白くなっちゃったんだよね。いや面白いの、本当に面白いの。あのね、別に上手い演奏家がいるわけじゃないんですけども、その主に発達障害の子たちなんだけど、ちょっと話が逸れちゃうけど、発達障害の子となんでコミュニケーションできないかといえば、あの発達障害の子たちの持っている社会性と僕らの持っている社会性が違うからなんだけど、彼らに社会性がないわけじゃないんですよ。彼らは彼らの、ここまた違うんですけども、何らかの仕組みで動いてる。僕らだって本当は何らかの仕組みで動いてんだけど、一応お互いにコンセンサスが取れて、そうですよねって分かってるつもりになってるけど、それが苦手な人たちが発達障害と呼ばれてると思うんだけど、その人たちの動く、だからいちいち考えなきゃいけないんだけど、今なんでそこでそう動いたっていうの。普通だったら分かるじゃないですか。例えばマイクだったらこう持って喋る。喋るとみんなこっち見ますよね。でも発達障害の子の中には僕がこうやって喋るとスピーカーを見る人がいるんですよ。
それは音の出てる場所を見ちゃうの、パッと。どこここ好きか、パッと分かんないね。でも発達障害の子の中にはものすごく耳の繊細な子がいて、僕がこうやって喋り出すと毎回スピーカーの方しか見ない子がいる。でもそれは要するにこの人が喋ってるっていう前提でこっちを見てくれるんじゃなくて、完全にその子の中ではそのスピーカーの方を見るのが筋になってるわけですよ。しむしろ優れた聴覚を持ってるとも言えて、で一緒に演奏してるとそういう面白いことがいっぱい起こるんですよ。でそれが学校で教えられたりすると、例えばドミソって出したらそれに乗っかってドミソって出したりするっていう風に訓練受けちゃうけど、そうではない独自の仕組みで共演してくるので、そのことに気づき出した時に本当面白くなっちゃって、あんなに嫌で面倒くさいとか超偏見持ってたんですけど、ハマっちゃったんだよね。もう毎週のようにそこに行くようになっちゃって、そのあたりからプロと演奏するのはもちろん面白いんですよ。だけどプロの中だけでやってると、プロの理屈というか、ある訓練を受けてきた、それなりに楽器の上手い人同士で演奏するのは面白いんだけど、そうするとオリンピック選手権のようになっていくんですよ。 100m を10秒台で走る人同士で走ったらそりゃ面白いね。面白いんだけど、そっちばっかりに音楽がずっと行っちゃうのも、それはそれでやるんだけども、 100m 走って言ってんのにこっちに向かって走んない人と一緒にやるのが面白いかもしれないっていう、バーンってなったら逆に走るやつがいるとか、わかんないけどね、もっとバラエティに富んでるんですよ、知的障害者の世界。バーンってなったらうるさいってなってかがむかもしれないとかね、なんかそういうのがすごく面白くなっちゃって、それから一般の人っていう言い方したらあれだけど、音楽の専門家じゃない人とやるのが結構面白くなった。だけどとはいえサイドワークだったんですけど、より本格的にやるようになったのはやっぱ震災の時に、震災前からそういうことをやってた。でも震災で、ね、山岸さんと一緒に福島に入った時に、福島で何かやるってことは、要するに東京だとプロの人っていっぱいいるじゃないですか、はいはい、何かやろうって時プロがすぐ集まってくるんだけど、福島に入るとなんか例えばアートとか文化に関わることでやろうとするときに、そういうプロの人はすごい少ないし、音楽家だってそんなにいるわけじゃないしってなったときに、一般の人と動きで、だけどそれででもプロに負けないものを作るにやってますと、その一般の人とやる面白さを出すにはどうしたらいいかって震災をきっかけにより考えるようになったかな。だ例えば大風呂敷とか美術家が一人で多分やってもあんま面白くないというか、そうかもしれないね、そんな喜びも同じ、あ頑張ってこの人布の癒やすためになっちゃうかもしれないけど、これもうこの柄見てくださいよ、これこのうさぎの柄、これダメでしょ、ダメでしょっていうか、そんなに素敵、わかんない、これ可愛いけども、美術的に価値があるかどうかわかんないですよね、このハートフルキャンピングシューズの。でもこれ誰かが作ってるんですよ。でもこれが膨大な量集まっていくと、一個一個のデザインのなんか良し悪しとかの問題じゃなくなってくるというか、意外とよく見えてくるんですよね。なんかバーバリーの裏地みたいのもあるでしょ、どっかに。そうです、きっとどっかにあるんだよね。どっかにあるんだよ、バーバリーを作ってる会社の人が協力してくれて、縫ったりしてるから、本当のバーバリーの生地もどっかにありますよ。おそらくあるそこにバーバリーの裏地、時々見ててさ、それここに聞かないで俺の服に使ってくんねえかなみたいなあるんだけど、なんかでもそういうものと微妙なものと一緒にこう、しかも生地の質の違うものが強引に縫い合わさってるっていうのがすごいいいなって、で音楽でもそういうことやりたいなって、まさにその音楽でね、大友さんやってきたことがこう、ビジュアルで表現されてるような、そう、そんな感じですね。で、その1年目にバーッと会場に来た時に綺麗だなってまず思ったんですけど、もうね、その時に、震災1年目、まだ1年も何も2、3ヶ月の頃だから、放射能を可視化したいと思った。見えないじゃないですか、放射能が見えたら便利だなって思ったんです。避けられるから、ピタッてやる。放射能が見える科学の実験あるの知ってます？霧箱って言って宇宙船が、そうそう、霧みたいなものが箱に入ってて、そこに放射能が通るとこう通った軌跡が見える。見たことある人います？それ理科の実験とかで、その
切り箱を置くと、別に原発の事故がなくても宇宙から放射能ってやってくるし、あと地面のカリウムがあるので時々シュッて通るんですよ。そうすると避けられるんです。避けられないけども流れるこんな感じで、で、その切り箱を以前見たことがあって、多分福島にその切り箱を今置いたらすごいんだろうなって思った。だから放射能を可視化したい、でも見えない、本当に感じないんだよね。震災の最初の年に飯舘村行ったりしてもすごい線量だったはずだけど何も感じない。俺その後原発の近所の200ミリシーベルト、200マイクロシーベルトか、もうここは多分300年以上人が住めないって場所にも行ったけど何にも感じないですよね。見えないしね。じゃあどうやって可視化したらいいだろうっていうと、切り箱を置くんじゃなくて、この風呂敷が最初可視化する道具になったというか、そこの会場に可視化されるんだけど怖くないというか、ここにはあるんだよっていうのを示すために最初敷きたかったんですよ。みんなここにこうやってるけど実際は地面にはセシウムが積もってるしって1年目にねっていう意味合いもあったんですけども、なんかそれをはるかに超えちゃって、もっといろんな意味が出てきて、しかもその時風呂敷って全国から集まってきたんでね。そうですね、この大友さんの実家この工場に本当にたくさんのね、そう山のような宅急便が沖縄から北海道まで、で縫い合わせたのが来てて、単品でも来たんだけど縫い合わせたのとか、なんかと頑張ってくださいとか、なんかメッセージがね、入ってるのもどっかにありましたけれども、ね、そういろいろ思いを込めて書いてくださる方とかもいたり、意外とタンスに入って大事にしてたんだろうなっていう感じの、そうそうそう、この風呂敷出していいの、うん、っていうのから、これは出せよねその感じもいいなって思ったんですよね。なんかだからでそもそも風呂敷一個一個が素晴らしいかどうか分かんないけど美術品じゃないですか。美術品というかプロダクトで、バーバリーの裏地だってそうだけど、今見たらこう普通かもしれないけども、例えば4000年後に発見されたら博物館ですよ、なんであれねっていうくらい、現代のなんか誰かしらが作ったものなんだけど、それがこういう形で縫い合わされていることで全然違う意味を持って、しかもその放射能のをなんとか可視化するって意味もあってっていう、いくつものレイヤーがあるプロジェクトに、しかも一般の人たちが、やっていく美術作品みたいな意味合いとか、いくつものこうレイヤーができた時にはこれ面白いと思ったんですよ ね、うん、その本当1年目にはその実質的な意味もあったけれども、2年目以降も毎年、福島で8月15日にフェスティバルを開催することをしていて、それだけじゃなくてその福島以外でも今いくつも呼んでもらってやっていく会場で、うん、いつもこのプロジェクト福島のこの大風呂敷が、まあ、ある種こう象徴的な、まあ、ビジュアルのアイコンみたいなものになって、会場を彩るようになってきてて、で大体皆さんのそのテーブルクロスに今日してるのは2.5m×2.5m ぐらいのものが多いんですけども、大風呂敷って大体僕ら 10m×10m のサイズが人が入るので、ワンユーワンユーそれ単位で作ってますよ。で、まあ、それを4枚合わせると10メートル10メートルなんですけども、それをこうみんなでこの表紙のね、ように広げると本当にその見慣れた空間がこう一変して、この広げた時の感覚が結構みんな虜になる。そうですね。ですよね、世界が変わるって、なんか文字通り世界が変わる、であと晴れ、けと晴れってよくじゃないですか、日常の時間と晴れの時間っていうのがすごく明確にパーンとこれで変わるっていう面白さ、しかもそれ業者がやってないっていう、そうですね、業者さんを批判してんじゃないですよ、全然業者さんは必要なんですけども、でその時思ったんですよ、お祭りってもともと業者がやるもんじゃなくて、町とか村の人がやりますでしょ。おみこしだって担ぐのは業者さんじゃなくて最近は業者に頼んでるところもね、あるんで、新しいですね。担ぎ手がいなくなって、でも本来はそこの隣の酒屋の息子がこう持ったりとか、ね、横丁のおでん屋の娘が担いでたりとかっていう、
アマチュアの人たちが、それをやるんだけど、だから専門家がいるわけじゃないわけですよ、お祭りって本来。で例えば神輿も、まあ、あの成功な神輿はプロが作るけど、例えばあの北三陸あの久慈とかのお祭りのあの出汁、あれはみんな週末になると地元の人が集まってきて作るんでね、発泡スチロールでみたいな、あのアマチュアにも出てきましたけどね、なんかそんなような感じで、そうやってみればお祭りって自分たちで作るもんだったっていうのを僕ら世代はちょっと忘れてて、そういう祭りにもあんま参加したことないし、じゃあ僕らの世代の祭りって何かというとロックフェスとかさ、あれってもう完全に業者がいて、ああいうフェスを作って、で業者、音楽業者が俺ですよ、出て演奏してで、みんなは、作る手間を省いた代わりに4000円とか1万円とかお金を払ってその制作費をシェアしてるっていう仕組みじゃないですか。だからお祭りって今そうなってるんですよね、基本的には。だけどそうではなくて、そうじゃない、もう一回新しい祭りを作るって考えた時に、このやり方悪くないなと。で、あれですよ、業者のやる、業者ってさっき言ったけど、俺も業者ですからね、業者のやる祭りは祭りでいいの、すごいいいの、もうフジロックフェスとか最高ですよ、あんなの業者じゃなきゃできない。だけど、そうじゃない、自分たちでやる祭りっていうのをもう一回作ってもいいなっていうのと、それ震災もそれでいろんなところでもう一回祭りが復活したけど、僕は福島で思ったのは、祭りって本来は地元のものなんですけども、その地域の、地元だけでやる祭りはもう限界だなと思ってて、地元だろうがそうじゃない人だろうが入ってくる、だからロックフェスで僕らが味わったような面白さと地元の祭りとか両方混在するようなものできたらすごくいいなと思ってて、だそこの出身者じゃない人がいてもよそ者扱いされない祭り、本来の祭りだったら神輿はそこの人しか担げない、けども、大風呂敷だったらこれをね、一緒に縫い合わせた人たちが、この風呂敷を広げたその日は、そこがみんなの地元みたいな。そうそう、地元になるっていう、そんなのがいいなと思って、ちょうどそんなのやってる頃にテレビでアマちゃんっていうのをやってて、アマちゃんっていうのもやっててっていうか、まあ多分皆さんが僕のこと知った大きなきっかけはアマちゃんかもしれませんけども、あれもそんな話で、主人公の今もう過酷な状況に置かれてるですね、のんねんさんことのんちゃんこと、あの中であきちゃんですけども、あきちゃんはあの地元に帰ろうっていう曲を聴きながら、岩手北三陸に帰るっていう設定なんですけど、よく考えるとあの子の出身地は世田谷で、北三陸地元でも何でもないんですよね。だけどあの子はドラマの中でいつの間にか北三陸を自分の地元って決めて、ドラマの中では地元っていうのが逆転していくんです。あの東京生まれなのに北三陸に行って訛りを逆に学ぶ。普通僕ら、あの山西さんも俺も福島出身なのに福島弁喋らないじゃないですね。普通はだから訛りを隠して東京弁風にするんですけど、あの番組は全部逆になってて、だからあれ何の話だっけな、あ、お祭りの話だまあでもそういう意味では東京駅のこの駅前というのは、その通り、そういうこうローカリティが そこに話を持ってきた、いや一番東京の中でもないところ、恐ろしいですよ。だって住民が多分いないんじゃないのかな、住んでる人って言います、この辺に。あ、いるんだ。スカイプールって日本橋ですよね。あ、でも日本橋に住んでんの。林業町住むとこあるんですか、あの辺。マンションだらけです。あ、本当に。あら、地元の人いたでもおそらく行幸通りに住んでる人いないですよね。いるのかな。陛下、失礼しました。所長の方が、所長の方がこの間すごいいいインタビューしてましたよね。陛下、あの人尊敬できる。まあいやいやいや陛下は住んでるし、横通り沿いに住んでしまいますけども、だって横通りだもんね、はい、あのまあでもそういうね、ある意味地元感が全然ないけども、それこそ僕らのような地方から来る人にとっては窓口になってる場所で、アンサンブル東京が、あのアンサンブル東京、最初この話あった時、僕どこでやりたいかって言われて、新宿駅前かなとか、はい、いろいろ言ってたんですよ。で東京都の人に探してもらったら、東京駅の前が使えるって言われて、え遠慮気味に新宿駅って言ってたのにいきなり陛下のお膝元にいますかみたいなそこみたいな
サンブルズ東京って名前の方が先でしたっけ。先でした、ね、でも東京駅でやれるってだから人間の小ささを表してると思うんだけどいきなり東京駅でやりたいってぶてば言いよかったんだけど思いもしなかった、まあ、でもまあちょっと思うのはその、まあね、ここに住んでいる人って本当に少ないというかほとんどいなくて、うんうん、そういう場所でその地元って何、地元での人で作る祭りって何かって考えた時の、うん、その地元っていうのがその、ね、町内会ぐらいのレベルの地元なのか、うん、こう東京ってもう少しこう大きく、うんうん、みんなで共有してるものなのかなとも思って、うんうん、その地元感ってあんまりこうねあの自分でそのフレームを決めなくてもいいのかなって、うん、このプロジェクト福島始めた時すごく思って思いましたよね。なんか福島って言った時のその例えば放射線量の音で言っても福島県内でもはるかにこの首都圏よりも低いところが会津地方の奥の方にはあったりして、でも福島県であることですごくその、いわゆる風評被害を被ってたりするところがあったり、でもそれは福島って本当はその例えば原発のことで言ったらその首都圏の人も共有されるべきものだなと思って、うんうん、そのどういうふうにその自分のその福島って言葉で線を引くかみたいなことがすごくあやふやになってきたっていうのがあって、だから東京ここが地元っていう人って、まあ、もうちょっとその広くここに、うん、これまさにこう行幸通りに住んでる人だけじゃなくて、うん、住んでる人ってだからね、もうちょっとあの方も見に来てくれたらいいですね参加してとかやってくれたらルーディのワークショップルーディのワークショップで息子さんとかね嘘か本当か分かんないけど次男はノイズファンだって都市伝説がありますよね。お忍びでいや俺じゃなくてメルツバウメルツバウお忍びでメルツバウを見に来たっていう都市伝説があるんだけど、どうですか。だけどノイズ界隈に聞いても誰も直接見た人はいないから完全にカッパを見たことがあるとかだと思うんですよね。カッパはいるとか言うまずいんじゃないですかそれ。なんか殿下をこうカッパカッパのでしたら、まあ、すいません、そんな意味じゃないです。あ違いました、はい、違います違います。お膝元で膝元で、あのでも今山口さんが言った通りで多分ここが地元だっていう人は多分ほとんどいなくて、だけどここで働いてる人は今この中にも結構いらっしゃって、あのすごいことですよね。丸の内の近辺で働いてるってだけでなんか田舎から出てきたもんから見たら人生勝ち組も甚だしい感じが、うん、相当勝ってる感じがしますよね。日本の中心、日本の中心で働いてるみたいな。あのだから最初これをやアンサンブル東京ってず東京って名前にしてやるときに東京駅って最初から視野になかったくらいもうどう考えても無理な場所って思ってたのがなんかできることになってや去年やれてしまって、それですごく思ったのはとはいえあのここの商店街みたいのもないしあるのかもしれないけど僕は全然顔が見えなくて分かんなくてビルばっかりですし、でこう思ってるのが三菱地所さん、はい、うわ三菱だみたいな、すごいなんかもう波の感が巨大なわけですよ。普通歩いてたら目に見えないこう上空にあるものばっかりがあるんだけど、でも一人一人考えてみたら、うん、同じ人間で、であのしかもやれたということは多分一緒にやった方がいいなとこうなんとなく思い出して、でこの長かったねここに関するわけですが、でここでこの会を開いたのはこんなことやって風呂敷縫ってるんですけども一緒に会場に風呂敷敷きませんかっていうのを、でもあのこの辺で働いている人に言うのはかなりハードルが高いなと思いながら福島でみんなで縫おうよって言って近所のおばちゃんたちが来たりとか、あとアート関係の友達がうちにみんな集まってきて縫ったりしてたんですけども、それに比べると相当ハードルが高いというか気楽においでよっていう友達で丸の内で働いてる人あんまいないなっていうか、なんか分かんない、ごめんなさい俺の友達ではあんまりいないかも。いや僕もあんまりいないんですけども、うん、まあでもそのまさに本題が、はい、やっと本題、あのまあでも本当にぜひねこの風呂敷を皆さん一緒に縫って
ただきたいなというふうに思ってて、8月の27日で今週の土曜日からなんですけども、このさっき写真のあった大友家のその風呂敷工場がですね、大友家が写ってくるんじゃないんですけど、あの風呂敷工場が東京にもあのオープンすることになりまして、こちらのチラシの裏側に書いてあるんですけども、場所はね、四ツ谷と新宿の間くらいかな、四ツ谷三丁目、それから新宿御苑からすぐ、そうですね、新宿御苑が近いのかな、比較的あの P3 っていうあの場所があります。ギャラリーというかですね、あの東長寺さんっていうお寺が近く、なんていうんですかね、お寺がやっているというか、お寺が場所を提供してくれて、で、大家さんっていうのが正確かな、そこであの今週のあれ今週末か、今週末ですね、27日から9月3日まで、はい、あの福島の、風呂敷工場の今実質責任を担っている小池さん、あのそこにいます、ちょっと後ろにいます、拍手。あのさっきいろんな会場で弾いた風呂敷とか、あのここでも弾いた風呂敷の、あのなんて言うんでしょう、仕切ってる方です。小池さんがいないと風呂敷は敷けないっていう、はい、小池さんに逆らったら僕ら生きていけない今日台風の中で、ね、福島から来てわざわざ来てくる、で帰れるかな、今日大丈夫かな、動いてる、終電の時間もそろそろ大丈夫ですかね。小池さんちなみにね、美術、あの、映画のとかテレビの美術の仕事をしていて、俺が劇版をやっている作品とかでも実は美術をやってたりしたんですよね。で、プロジェクト福島の1年目から参加してくれてて、あの元々で福島出身だったんで、風呂敷縫うのに夢中になったあまり東京の家を売ってですね、福島に戻っちゃったんだよね。売ってって売ったわけじゃないのか、賃貸だったんだよいやいや、よくヤクザが言うじゃないですか、あいつここ売って向こうに行きやがったみたいな。でもそうそう、今福島に引っ越してしまって、ね、俺が実家に帰るとなんだか小池さんがいるんですよね、そこで。もう一応親に、親、里帰りで親に会いに行ってのに小池さんと会うことになる。実の息子よりも子供さんのご両親に会って、まあ、すいません、うちの親ご高齢なんで、本当高齢なんでよろしくお願いします。何かあった時はあの迷わず救急車呼んでくださった88でガンだからね、やばいね、あの親父。元気してるけど。ですけどね、まあ、そういう小池さんが、まあ、あのこの8月27日からは1週間あの東京に、なんて言えばいいの、住み込みじゃないな。どこに、ここに住むんですか？ P3 の近くに。で、はい、あるの、そういう場所は。Airbnb で見つけたんですね。はい、あ、そうか、そうか。なるほど。なんかね、あの、